今さら聞けないドラゴンクエスト10基礎知識講座へようこそ。ドライトです。今回は魔法の迷宮についてお伝えいたします。魔法の迷宮に行くにはクエストをクリアする必要があります。レンドは北にいますファーラットのロンデから受注できます。クエストナンバー121魔法の鍵の仲間たちを受注後、魔法の迷宮へ行けます。魔法の迷宮を攻略してもう一度ロンデに話すとクリアになり、魔法の鍵がもらえます。クリア以降は魔法の鍵を使っていつでも迷宮へ行けます。魔法の鍵はこちら、こちらの道具から大事なものですね、こちら大事なものの中に魔法の鍵があります。そこから使うと迷宮へ行けます。ただし街の外や室内、屋根のあるところでは使えません。住宅村や街の中の屋根のないところで使いましょう。魔法の鍵は4人パーティーであれば仲間の準備ができ次第すぐに行けますが、1人で使った場合は魔法の鍵で迷宮に行こうとしている方々が現れるまでマッチングします。最大30秒間までマッチングし、それを過ぎるとサポート仲間で構成されます。パーティーの構成は僧侶、賢者のどれかの回復役が1人、旅芸人、レンジャー、スーパースターのどれかの補助役が1人、そして残りのアタッカー2人です。マッチングは僧侶賢者で行くと早く迷宮に行けると思います。では実際に魔法の鍵を使います。今回は4人パーティーで進みます。魔法の鍵を使いますと1日1個手に入る迷宮攻略報酬を獲得したか確認が入ります。はいを押してあとは仲間の準備を待ちましょう。仲間の準備が終わると迷宮へ行けるアニメーションが起こります。もし仲間と離れたところで魔法の鍵を使っても同じところに集まり一緒に攻略できます。はい、迷宮へ到着しました。では迷宮の中の説明をいたします。まず先ほど表示した迷宮のレベルはメンバーのレベルの平均のプラスマイナス5くらいです。迷宮のレベルによってフロアの敵の強さが変わります。1階にはモンスターはいません。迷宮を攻略する制限時間は40分です。それまでにクリアしましょう。ここでは泉に迷宮で使えるコインやカードを捧げることで各視界にメタルスライムが必ず出てきたり、最後に戦うボスが指定できたりと効果は様々あります。今回は何も使わず進みます。こちらが迷宮の2階です。普通の敵が出てくるのは2階から4階です。敵のシンボル数は4体から6体ぐらい出てきます。稀に特別なフロアが出現します。1つがラッキーフロアです。こちらはパーティーに嬉しい効果が追加されます。効果の種類は5種類あります。まずは獲得経験値が2倍、獲得ゴールドが5倍、会心確率超ブーストです。こちらは必ず会心が出る効果です。戦闘開始時にテンションバーンの効果です。こちらはダメージを受けるとテンションが1段階上がります。 MP を必ず消費しない。以上5つの効果どれかがかかります。続いてチャレンジフロアです。こちらはパーティーに不幸の効果がかかります。効果の種類は3種類ございます。まずは特技が使えない、呪文が使えない、常時呪いがかかるです。こちらはお祓いで解除することはできません。さらに装備に呪いガード 100% がついていてもフロア効果の呪いはかかります。以上3つの効果どれかがかかります。ラッキーフロア、チャレンジフロアは次のフロアに行く前に出現する宝箱の中身が変わります。普通のフロアは魔法の小瓶、条約層、稀に魔法の聖水が出ます。ラッキーフロア、チャレンジフロアは魔法の聖水、ウルベアの銅貨、銀貨、金貨、ゴールドストーン、金塊、小さなメダルのどれかが出てきます。最後にメタルフロアです。メタルスライムなどメタル系のみが出てくるフロアです。シンボル数は4体くらいです。特別なフロアは以上3つです。では2階を攻略していきます。
フロアの攻略は敵シンボルをすべて倒すことです。では最初の1体目を倒します。敵を倒したらこのようにあと何体いるかが分かるので残りの敵を倒していきます。敵をすべて倒すとこのように表示され扉の近くに向かいますと宝箱があります。こちらは普通のフロアなので五便か条約層か稀に聖水が手に入ります。そして次の階へ進みます。次の階へ行く時のアニメーションでこのように妖精が出てきます。この妖精はたまに出てきます。妖精の色や数によって4階を攻略した後に隠し階が出てくる時があります。色は紫がメタルスライムなどのメタル系、緑が小さなメダルが出る笑い袋、黄色は宝箱部屋やゴールデントーテムなどお金がたくさん獲得できる敵です。妖精がたくさん出れば出るほど隠し階が出る可能性が高まります。では3階の説明をいたします。3階は敵シンボルは1体しか出ません。ただしメタルフロアの場合は4体くらい出現します。普通の敵も出てきますが迷宮レベルより低い迷宮ボスが出てくることもあります。さらに悪魔の騎士やバラモスゾンビといった迷宮のレアボスもごく稀に出現します。今回はバリクナジャで迷宮レベルの低いボスが出てきました。戦闘はカットいたします。バリクナジャを倒しましたので次の階へ進みます。4階へ着きました。こちらは2階と同じで敵を倒します。今回4階でラッキーフロアが出て会心超ブーストが出ました。必ず会心が出ますので楽に進めます。さらに宝箱もいつもと違いウルベアの金貨が手に入りました。敵をすべて倒しましてここから隠し階へ行けるかです。今回の妖精は紫が1匹、緑が0匹、黄色が0匹です。どれか3匹以上であれば可能性があります。だからといって必ず出るわけではありません。もちろん1匹や2匹でも隠し階が出る可能性もあります。では次の階へ進みます。ここで紫の妖精が1匹出ましたので合計2匹になりました。お、やりました。今回隠し階が出ました。紫の妖精なのでメタル系のメタルブラザーズが出てきました。他にもメタルスライムやはぐれメタルが出る可能性もあります。それでは倒して経験値をいただきます。それでは次の階へ進みます。5階へ着きました。ここは敵が出てきません。ここでは宝箱が2個手に入ります。そして稀に出てくるトルネコとミネアのどちらかに会うことができます。トルネコはレアアイテムやコイン、アクセサリーを1つだけ購入できます。そしてさらにクエストナンバー167承認トルネコの依頼を受注でき、郵便局に手紙を届け、もう一度トルネコに会うとクエスト報酬がもらえます。ミネアはタロットカードの効果を受けることができます。効果の内容は悪魔、皇帝、星、死神、力、月、太陽、審判と8種類のどれかがかかります。悪魔は敵が落とす宝箱にたまに馬の糞が手に入ります。パーティーを組んでいたら組んでいるプレイヤーも手に入ります。皇帝は獲得経験値2倍です。元気玉と一緒に使うと3倍になります。星は獲得ゴールドが2倍です。こちらも元気玉と一緒に使うと3倍になります。死神は仲間が倒れた時にテンションが1段階上がります。力は戦闘開始時に 50% の確率でバイシオンがかかります。月は夜の時にテンションが1段階上がります。
太陽は昼の時にテンションが一段階上がります。審判は即死系の攻撃を受けた時に 50% の確率で HP1 の状態で生き残ります。以上がタロットカードの効果です。タロットが正位置なら2時間、逆位置なら1時間の効果が続きます。さらに迷宮のコインボスのカードがもらえます。コインと違って他人に渡したりバザーで売ることができません。カードは30日間持ち、過ぎてしまうとなくなってしまうのでなくなる前に使いましょう。クエストナンバー218、占い師ミネアの依頼を受注でき、内容はトルネコのクエストと一緒です。では次の回へ行きます。宝箱の近くにトルネコかミネアがいるのですが、今回はいないようです。出る確率はかなり低いのでなかなか出会えません。ここが最上階のボス部屋です。魔法の迷宮のボスは迷宮のレベルによって変わります。迷宮のレベルが34以下であれば黒竜丸、24から34であれば黒竜丸強が出てきます。このように迷宮のボスには普通と強の2種類があります。強のボスは強いが、レアドロップした時のアイテムが普通よりいいコインになります。レアボス、コインボス以外の迷宮ボスは普通がメタルスラーコインですが、強になるとメダル王のコイン、ハグメタコインになります。続いて迷宮レベル28から41はバトルシェイカーとバトルシェイカー強です。バトルシェイカー強のレアドロップはハグメタコインです。迷宮レベル35から48はハヌマーンとハヌマーン強です。ハヌマーン強のレアドロップはメダル王のコインです。迷宮レベル42から55はバリクナジャとバリクナジャ強です。バリクナジャ強のレアドロップはハグメタコインです。迷宮レベル49から62はキングレオとキングレオ強です。キングレオ強のレアドロップはメダル王のコインです。迷宮レベル56から69はジャミラスとジャミラス強です。ジャミラス強のレアドロップはハグメタコインです。迷宮レベル63以上はトロルバッコスとトロルバッコス強です。トロルバッコス強のレアドロップはハグメタコインです。迷宮レベル70以上はギーグハンマーとギーグハンマー強です。ギーグハンマー強のレアドロップはハグメタコインです。通常の迷宮ボスの紹介を終わります。続いて迷宮のレアボスについての説明をいたします。レアボスはなかなか出ませんが、通常ドロップでオーブを落とします。迷宮レベル28以上で煉獄天魔が出てきます。オーブはグリーンオーブです。迷宮レベル42以上でデーモンキングが出てきます。オーブはイエローオーブです。迷宮レベル63以上でドラゴンウーが出てきます。オーブはレッドオーブです。迷宮レベル70以上で地獄のヌエが出てきます。オーブはブルーオーブです。迷宮レベル77以上でバラモスゾンビが出てきます。オーブはパープルオーブです。迷宮のレアボスの紹介を終わります。稀に2体以上の複数のボスが出てくる時があります。複数のボスを倒したら報酬で赤色の宝箱が出てきて、中身は福引券が入っております。今回の迷宮レベルは70ということで、63以上のトロルバッコスが出てきました。トロルバッコスを倒せば迷宮はクリアです。ではボス戦を始めます。戦闘が長いのでこちらはカットします。はい、これで勝ちましたので紫色の宝箱が出たと表示されます。クリアすると紫色の宝箱が出てきます。中身は福引券で2枚から5枚手に入ります。紫色の宝箱は1日1個で朝6時にリセットします。福引券の枚数が少ないと思ったら宝箱を取らず、もう一度攻略するといいでしょう。今回の福引券は5枚で多いのでもらえます。迷宮は何度でも行けます。そして出口で迷宮を続けるかやめるかを選択しましょう。続いて迷宮内で全滅した場合です。
このように全滅すると HP が1になり、魔法の鍵を使った場所に戻ります。普通の教会では全滅して教会へ戻るとお金が減りますが、迷宮ではお金を取られることはありません。最後に迷宮を途中でやめたい場合です。迷宮内でもう一度魔法の鍵を使うと戻れます。ただしペナルティとして30分間迷宮へ行けなくなりますので気をつけましょう。ただ倒れた時はペナルティではなくすぐに迷宮へ行けます。先に仲間が抜けるとこのようにサポート仲間が入っていきます。サポート仲間の状態は先ほど抜けた仲間と同じレベル、職業、武器のサポート仲間が入ります。そして迷宮内で魔法の鍵を使うと元の場所に戻りますが、30分間迷宮へ行けなくなります。以上で魔法の迷宮についての説明を終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は僕の顔をクリック、携帯スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。それではまたよろしくお願いします。